ノマドスカルプトで作るクリスタルクローバーの作り方をご紹介します。字幕もありますのでご利用ください。デフォルトで入っている球体を左上のシーンから消去してください。ハートを作ります。追加から球を追加、ミラーをタッチ、青い四角を持って移動させます。クローバーなので厚みを薄くします。緑の丸を持って縦長にします。青い円を持って角度を変えます。ハートができたら検証をタッチ、左上のシーンからミラーをタッチ、検証をタッチ、右上のボタンからスムーズをタッチ、左下のボクセルでリメッシュします。スムーズで表面を滑らかにします。シーンの右横にあるボタンからその他をタッチ、デシメーションをします。デシメーションとは高密度なポリゴンメッシュを見た目をなるべく保ったまま簡略化できる機能です。アイコンはタッチして白色にしてください。ターゲットの三角形の値を 5% にデシメイトを2回タッチします。クリスタルのような見た目になります。色をつけます。左下のカラーで好きな色を選びます。メタリックで宝石のようなキラキラの見た目になります。すべてをペイントで色をつけます。左上のバーのマテリアルから屈折を選ぶとガラスのような透明なマテリアルになります。できたハートを複製します。左上のシーンから放射状を追加。今はハート中央を軸に複製されています。シーンを開いてハートのオブジェクトをドラッグし、放射状のグループから外します。放射状だけをタッチ、左下のギズモで放射状をハートの下に移動します。ラジアル Y の値を0に、ラジアル Z の値を4にしてください。シーンで再びグループにします。四つ葉のクローバーになりました。ハートをタッチして形を調節してください。ドラッグを使って形を調節します。検証をタッチ、見た目がこのように線が入る場合があります。左上のバーからカメラのアイコンをタッチ、遠近法をタッチすると軽減されます。写真のアイコンをタッチ、背景の色を変えられます。カラーグラデーションをタッチすると背景をグラデーションにすることができます。画像を保存します。左上のフォルダのアイコンをタッチ、レンダリングの最終サイズで保存する画像の大きさを決められます。書き出す PNG で書き出します。右上のボタンで画像を保存します。透明な背景にチェックを入れると、背景が透明の画像を保存できます。